Hazard 6. はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード6やっていきましょうか。あら、あらあら。はい。これはね、味方か。なんか、スイッチ踏んだら味方、あれ消えてない。まあ、うん。ごめんなさい、ちょっと、やりましょう、やっていきましょう。はい。前回からエイダ編スタートしてます。で、まあね、ゲーム実況そのものは、まあ、あんまりしてないというか、できてないっていう感じなんですけど、まあまあ、じわ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 やっていきましょうか。ね。まあ雑談しながらね、やるっていうのはまた楽しかったりしますよ。まあでもこういうのってなんだろうな、その実況でやるというよりは、どっちかっていうと、まあもし可能だったら、ね、生放送とかでやる方が受けが良かったりするんですかね。まあちょっとね、今生放送できるような環境っていうのは残念ながらないんで、もうこういうのでやっていってね、まあラジオ感覚でゲームを見ながら、まあちょっとね、なんか作業をしたりとか、ね、してもらえたら嬉しいかなと思うんですけど、うん。で、まあ今回別にね、なんかこれを喋ろうかなっていうふうに決めてるわけじゃないので、じゃあなんでやったんだっていう話なんですけどね。うん。まあ最近ね、その2022年でさ、こういろいろ、なんて言ったらいいんだろうな。僕 DJ 社長さんがすごく好きというか尊敬してて、同い年なんですよね。かっこいいなと思って。で、やっぱりなんか人生、一回きりで、で、もう30を間近に迎えてっていう中で、なんて言ったらいいんだろうな、いろいろとこう挑戦したいなとか、こういうことやりたいな、やってみたいなって思うことたくさんなるんですよね。でも、なんか結局自分にいろいろと言い訳をしてしまって、まあ後回しでいいかとか、まあ時期が来たらみたいな風にどん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 まあ、後回しってなっちゃってるんですよね。ところが俺はこうやるんやって、ね、なんか山頂稼ぐんやとか世界一になるんやとかっていうこう宣言をして、でもう突き進んでるじゃないですか。全然言い訳しないじゃないですか。でできなかったら、こういうこと試してみて、こういうことができなかったで、軌道修正しなくちゃいけないみたいな。だから2月の中旬くらいですかね、なんか YouTube の毎日投稿をやってたけど、全然伸びないと。でなぜかというと、インドネシアを拠点に頑張っていこうというふうに決めたけど、まあインドネシアではそういうのがまあ全然その バズらなかったと。だからまずはテレビを攻めなくちゃいけなかったんだっていう、その軌道修正をかけていったことで、まあ最終的に、まあなんか世界各国でなんかメンバーがバラバラでいろいろやってたっていう話ですけど、なんかそれを全員インドネシアに招集して、なんかね、ちょっと前に DJ 社長を救いたいっていう動画とか上げてましたけど、まあ、そんな感じですよね。だからああやってこうまずはチャレンジしてみますよ、行動をとってみます。でその上で、うまくいかない、逃げる逃げる、脱出脱出で、その上で、うまくいく方法っていうのをこう探っていく、探っていく。だからなんかこうね、コメントとかさ、なんかニュースとかなんか見てるとさ、ザマーとかこいつはうまくいかねえとかっていうの書いてますけど、うまくいかねえっていうその一つの結論が出てるっていうのがいいと思うんですよね。だって、挑戦しなかったら、そのうまくいった、いかないとかっていう、そもそものその土俵にすら立つことができないわけじゃないですか。ね。で例えばその目の前になんか食事があります、食ったことありません、で食ってみないと美味しいかどうか基本わからないじゃないですか。だけど食ってみたら、あ実はうまかった、でもなんか見た目がグロテスクだから食べませんみたいなのをしてたら、それが美味しいってことも気づけないで、実際食ってみたら実はまずかったっていう、こういうのも経験ですよね。そしたら今度から食べる選択肢からそれをなくしていけばいいっていう話なんで、逆に食ったら、あ今後も食ってうまかったら、あじゃあ今後もこれを食事として食べていこうみたいなね、増えていくわけじゃない、ラインナップとしてなっていくわけじゃないですか。うん、それをなんかどっちなんだろうなっていう、その決着のついてない選択肢残してるっていうのは非常にね、無駄、もったいないっていう話になるんですよね。皆さん脳科学とかご存知かあれなんですけど、何の実験だかちょっと実験の名前自体忘れちゃったんですけど、ジャムを買うのにどっちのパターンの方がジャムを買わせることができるかみたいな実験があるんですね。何かというと、一つのスーパーでは6種類のジャムを売りますと、でもう一つの、
スーパーでは24種類のジャムを売りますと。で、結果6種類しか売ってないジャムの方が購買率高かったんですよね。で、ただジャムにを選ぼうと思って足を止めている時間とかその確率とかっていうのは24種類の方が圧倒的に高かったんですけど、その結果買った、額とか、確率とかっていうのはどっちの方が高かったかっていうと、その、6種類しかジャムを売ってないスーパーの方だったんですよね。で、なんでかっていうと、人間ってその選択肢が多ければ多いほどその選ぶっていう作業に気を使ってしまって、まあ、体力使ってしまって、でもう十分選んだからいいやって満足しちゃって決断っていう選択をしなくなっちゃうんですよね、うん、だからある程度人間っていうのは選択肢を絞った上で あれをやろうとかこれをやろうとかこれ食べようこれは食べないみたいな風に決めていかないと結局何もしないまま、だからやろうと思っていることの選択肢が多いままの状態だったとしたら残念ながら結局人間あれやりたいなこれやりたいなっていうことを思っているままで終わっちゃうっていうので、だからある程度その何かスタートさせたいなとか始めたいなって思うのであれば、まずはなんか選択肢1個とか2個とかに絞ってやっていくっていう方がまあいいのかなっていうところですね。まあそこからスタートですね。だから僕なんかはまあ全然ね結果実ってないけど、まあ YouTube から始めようみたいなで、実はいろいろ振り返ってみたんですよ。振り返ってみてて、ね、なんか前回パートではそのバイオシック全部やってディズニーのダイジェストムービー挟んで、でその上でバイオ4でも始めようかなみたいな話をしてたんですけど、うん、なんですけど、まあ実は2年前くらいかなまでやってた僕が画面に映像で出てきて、でなんかちょっとした知識、心理学とか脳科学とかの知識をベラ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 喋る方が実はまだ再生数多かったっていう事実があるんですよね。うん、なんか多いサイコパスについて話したやつなんか多分1000とか2000とか、いじめについて喋ったやつの中でも2000超えてるやつとかもあったりするんで、うん、なんか実はそっちの方が皆さんにとっての需要は大きいのかなと。で、得体の知れないね、大してトークも面白くない人間のゲーム実況なんか見てる暇があったら、もうそっちを見て、まあなんかちょっと知識勉強につながるものにしてたらいいんじゃないかな、くらいにちょっと思っていただけてるのかなと思って、痛い、危な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 い、うん、っていう感じなんですよね。いて、オッケー。このハンドガンの弾使ってるのに、マシンピストルか。威力低いな。よいしょ。ん？おーおーおー、こいつ危ないやつだ。じゃあ、こいつを使って。でもこれ、あれだね。船員さんは全、もうボッコボコにしてるけど、なんでエイダは撃たれないんだろうね。ちょっと不思議だよね。うん。シモンズが操作してるのかな。まあ、シモンズ、カッコカーラなんですけどね。実は本物のシモンズは今エイダがここで暗躍をしているという事実を知らないっていうね。で、実はカーラがシモンズに復讐するためにいろいろとエイダを暗躍させているという事実に気づくという、まあそんな感じですよね。あれ違ったっけ？違ったら恥ずかしい。あんまりね、なんかゲーム自体を楽しむことが多くなっちゃって、なんだっけ、ストーリーを覚えてないっていうね、ストーリーっていうか、まあ、ムービーシーンとかっていうのを大体カットして見ちゃうことが増えてきちゃったんで、うん、もうあんま覚えてないですね、正直ね。はい。だからさ、なんか、まあ、ちょっとだけさっきの話に戻るけど、なんかこういう動画でバズらせてよみたいなね、なんかいろいろね、こんなのやったらどうかなって受けあるかなって思うのはあるんですけど、そのショートムービーとかだったら結構あるんですよね。なんだろう、例えば歌詞を紹介する、なんか歌ってる人の名前出して曲名出して、でその一部だけ歌って、でこの歌詞からはこんな元気もらえますみたいなのをこう1分以内で喋るみたいなやつとか、あとはブラック企業あるあるとかね、あこんなところにショットがある、ブラック企業あるあるをなんかコント仕立てでやるとかね。ただね、歌の方はなんか歌選定して歌って、で、あとはこんな元気もらえるっていうのをベラ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 しゃべる、うわー、こいつ嫌い、
あのサンドウィッチしてくるから。しばく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 。オッケー。で、ああ、オッケー。うん。っていうような感じなんで、うん、すぐにね、あのできるとは思うんですけど、だから楽すること考えたらダメなんですけどね。ブラックキーガールなんかなんかコント仕立てでなんか一人二役やって。あのジャケット着てる先輩とあの、まあ、上司とジャケット脱いでる後輩、あ、後輩とか部下が喋ってる風な感じにしてやるとかっていうのは面白いかもしれないですけどね、うん、まあ僕もね、まあまあ、ブラック企業というかそういう、ね、上司に手を出された、あの普通に殴られたっていうこともあったりとかしますし、太ももね、うん、飲みの席で太ももしばかれましたっていうのもあるし、うん、なんか人間扱いされなかったこととかもあるし、うん、そういうのをなんかやってみたりとかっていうのは あるかなと思うんですけどね。なんかだから最近やっぱり TikTok の影響もあるから、ね、そこからこう YouTube の本編にこうつないでっていうのもあるんで、まあ、ちょっとねこのバイオとかのショートムービーとかっていうのを TikTok に上げたりすると、まあ、TikTok でもすごいですね。あれなんかあの全く僕フォロワーがいない状態からスタートしたのに、まあ、200とか300再生くらい普通に行くんで、まあ、ちょっと今ねあの iPhone 変えちゃったっていう影響で TikTok の方上げることができてないから、ちょっとそろそろ再開しなきゃいけないかなと思ってるんですけど、まあ、それ再開することでねちょっとでも YouTube の方に巻き込んでいって、あのチャンネル登録者とかね再生数とかっていうのを伸ばすことができたら非常に嬉しいかなと思うんですけど、まあ、いかんせんね一人でやってるとやっぱりこういうのって素人が勝手に一人でなんかねあの独断でやるっていうのはあまりにもリスクが高すぎる正直、うん、それこそ例えばあの多分一人でやられてるであろう福島正幸さんとかね、まあ、福島正幸さんももしかしてそのイラスト描いたりとかなんかね、あの 図を描いたりとかっていうのは監修はしてるけど誰かに任せてるかもしれないんですけど、ああいうなんかこう人に 100% 披露できる、しかも役に立つっていう知識を持ちの方だったらいいのかもしれないですけど、コーチングって教えること自体はまあできなくはないけど若干ふわっとしてるんで、うん、それをなんか積極的に学びたいなっていう人ってまあなかなか少ないと思うんですよね。あの逆に言うとなんだろうな、あのがっつりと簿記勉強したいですって、もうこれ完全にその意図があるじゃないですかね。簿記3級取るとか2級取るとかね、あの将来的に公認会計士目指しますとかね。コーチングってね、あのコーチングを勉強しようというよりはなんかその相談に乗ってほしいとか、うん、なんかキャリアをこうちょっと考えたいですみたいな人たちがまあ来ていただくものになるんで、まあ、そこで行くとやっぱなかなかね、うん、勉強したいって言ってコーチングの知識とか、まあコーチングの知識って結局その行動心理学とかね、あの進化心理学はあれか、まああの認知心理学とかそこら辺になってくるんで、まあ、そこら辺の知識をねあの語るというかまあお伝えするような内容のものだったとしたらある程度需要はあるかもしれないですけど、ね、いろいろとこう考えてるんですけど、いかんせんね、まあね、仕事のことを言い訳にしてなかなか自分でこれやろうかなあれやろうかなっていうことが、まあ、できてないっていうのが、まあ、僕のね行動力のちょっとなさというか、まあ、まだまだ足りてないところだなっていう反省はあるんでね、まあ、もしねちょっとでもあのそういうことやろうとしてるんだったら、こういう部分はお力添えしますよっていう風にね力貸してくれる方がいらっしゃればすごく嬉しいなと思うんですけどね、まあ、逆にその僕がその協力してくれる方にできることがあれば、まあ、ぜひねあのお手伝いしたいなと思いますし、あの基本的に単独で行動することが多いんですよね。友達がいないからっていうのはっていうすげえなんか虚しいカミングアウトしてるけど、うん、なんでね、まあ、誰かねその2人とか3人とかの、まあ、グループないしチームとかで一緒に協力しながらできる環境が、まあ、整ったらね僕本当嬉しいんですけどね、まあ、一時期その友達で、まあ、僕はコーチングでクライアント取ってやりますだけど、その例えば集客するためのホームページとかそのなんだろうお客さんの管理周りとかっていうのは友達にお願いしますってなったんですけど、なんかそのやめましょうとかそういうわけな、そういう風になったわけじゃないんですけど、なんか自然消滅しちゃって結局ねあのホームページのなんだろう大枠だけできて、そのなんか紹介の文章とかあのせっかくねあの実際に受けていただいたことがある方のその体験談とかまで載せたんだけど、料金表とかも載せたんだけど、あの、ホームページを、なんだろう、
告知するところまで行くことができなくて、まあちょっと終わっちゃったっていうね。うん、あれはちょっと再開させた方がいいのかもしれないから、まあ、あ、踏ん張りどころかな。ちょっとじわ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 、なんか1日1ページだけでもいいからやっていくとかってやらないといけない。これ全然上進めねえな、おい。めっちゃ段ボール押してくるけど、スネークか。うわ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 、やばいやばい、体力が尽きる前にこれちょっとあと11メートル、9、8、あ、いけた。あれ、あ、これまたあれじゃないの、スペースと R 一緒に押さないとダメなやつになるんじゃないの。ああ、なスペースだけか、あ、よかったよかった。これね、スペースだけやったらいいんですけど、 R まで一緒に押さなきゃいけないってなったらね、もう終わりなんでね。はい、じゃあここで一息ついてなんだけど、まだもうちょっと進めた方がいい。ああ、なるほどね、潜水艦が上向いちゃってる状況なのね。おお、全然ここ落ち着いちゃダメじゃん。あ、じゃあここを抜けたところで一旦もうね、20分近く、まあ今16分、これ、うわ出た、これダッシュで逃げるやつ、あのキーボード操作だと全然うまくいかないってやつね。うまくいくかな、ちょっと死んだらご愛嬌ってことでね、あの水に滴るいい女パートを見せることもできると思うんで、まあそれはそれでいいかなと思いますね。はい、そうね、なんかまあ別に一攫千金を狙ってるわけじゃないですけど、さあ、なんか今のこの時代だよ、どんな稼ぎ方でもさ許されるような時代にさ、ちょっと自分が楽しんでできて、かつ人も楽しませることができるような何かを見つけることができたら、もうそれでね、食っていくことさえできれば十分かなと思うんですけど、すげえ邪魔、痛い、うん、痛い、そんなことよりこっちが怖い、したい、オッケーね、っていう時代なんだからさ、なんかアクセク働いて汗水垂らしてさ、苦しい思いして、しんどい思いしてさ、でさ、稼げるのがたったちょっとのスズメの涙ですとかっていうのはさ、時代じゃないと思うんすよね、あれ。うん、そこがね、もっとやっぱりね、臨機応変、柔軟にってね、まあ、別に今の仕事が嫌ってわけじゃないんですよね。今、あの仕事の中身が嫌というよりは、まあちょっと別で嫌なものがあるんですよ。それがね、クリアしてれば別に今の仕事をしながらなんか他のことやるとかっていうのでも僕は全然構わないんですけどね。まあそこがね、まあでも多分ね、同じ悩みを抱えている皆さんが多いと思いますんで、僕はそんなことを言いつつも、将来的にはそこから切り抜けてね、まあ2、3年内にはね、切り抜けてちょっと次のステージに進んでいきたいなと思いますんでね。はい、まあこの動画見てね、ああ自分も同じ気持ちやわ、よくわかるわっていう方がいらっしゃればね、そこでぜひね、一緒に協力しながら次のステージ進んでいけたらなというふうには思いますね。結構長いな、まだ水が浸食してくるもんね。もうでもそろそろ終わりかな、いけるかな、次どこ、あ、危ない、あ、ちょ、来てる、来てるのか、来てそうだね、やばい、登れ、オッケー、で、そろそろか、登って、違う、どっち、こっち、やばい、くる、きっと来る、きっと来る、あ、オッケー、やばい、オッケー、よし、うまい具合いきましたね。こんなドアで浸水を防げるのかっていう不思議もあるんですけど、まあ霧のいいところまで来ましたんでね、一旦ここで終了とさせていただきたいと思います。ということで、また次回お会いいたしましょう。バイバーイ。